嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。さあ、ということで今回もやってまいりました、都市伝説のコーナー。さあ、今日は何曜日と言うでしょう。皆さんどうぞフリップにお書きください。はい、シンキングタイムです。うん、3、2、1、はい、シンキングタイム終了です。はい、終了。何曜日かな。火曜日。土曜でしょ。水曜だな。さあ、正義さん答えをどうぞ。毎週木曜、木曜のコーナー、木曜だ。うわー、ちゃんと今日と合わせてきたよ。木曜。今日木曜です、ね、ではないよね。あれ今日木曜じゃね。水でしょ。あ、今日木曜。水でしょ。あれ今日木曜。あれ木曜だよ。あれ水曜じゃない。金曜水曜だ。あ、木曜だ。木曜だ。木曜だ。あ、木曜だ。あ、だった。ということで、はい、本日はね、よりすぐりの都市伝説を持っている男に来ていただきました。土手寺さんです。あー、いつものね。考えといて言うてやねん。ボみたいになっちゃった。今日話していく内容はめちゃめちゃゲートレード押すやん。大好きなのもう分かってるよ。めっちゃアピールすごいな。知ってるよ、君がゲートレード好きなの。アメリカの味。アメリカだね。今日やっていくお話はね、東京を恐怖のどん底に陥れたある事件について話していきたいと。おー、東京なんですね。うん、そう、東京です。舞台は久しぶりの日本。1978年の話なんだけど。結構前。結構前の話なんだけど、やっぱこの時代っていうのはもう今よりも治安が悪いと。はい、治安が悪くて、知らんやろお前。でも治安が悪くて、はいはい、結構もういろんな事件とかがよく起きてた年ではあるんだけど、うん、まあヤクザがね、こう争ってて、ヤクザ A とヤクザ B がある日、ヤクザ B のチームがヤクザ A の幹部を殺してしまった。はいはい、うわー、シンプルに幹部を、そう、幹部を殺してしまったと。あるんだやっぱり。そう、でも殺したはいいものの、うんうん、この死体の処理どうしようかとヤクザ B 悩んだわけですね。はい、で悩んだ結果、死体をバラバラにしてしまいます。うわ、むご、はい、むごむご、もうバラバラ。なになにって何。もう普通にもう刃物ですよ。刃物って何。ナイフ系じゃないですか。ナイフ系って何。もうなんか切る系ですよ。何切る。何切る系って。で、バラバラにしたはいいものでも、これどうしようかなってなって。そうや、うん、だって相当これがバラバラになるんでしょ。うん、そうそうそう、相当ですよ。絶対にもうバレたくなかったヤクザ B、 果たしてこれ何したと思いますか。コンクリースにする。ええ、コンクリに埋める。あー、なるほどなるほど。燃やせばいいや、燃やせば。あー、燃やせば、燃やせばいいね。そう、燃やしたら骨が。あ、なるほどね。各所のゴミ箱に1個ずつ入れて。1個ずつ入れんだ。正解者はいません。いない、うん、コンクリースも違う。コンクリースも違います。違います。しょうがないで。絶対集めたと思った。これなんとラーメンの出汁にしたんです。えバカじゃねえ。何、ラーメン食べちゃう。そう、ラーメンの出汁。人骨ラーメンや、人骨ラーメン。そういうことでございます。あ、すげえすげえすげえ。人骨ラーメンか。骨がもうほとんどなくなるぐらいまで煮込んで煮込みまくって、そのヤクザビっていうのはその屋台ラーメンとかを経営してるわけよ。それの出汁にしてしまったわけです。ガチガチのホラー。食べてみてえけどな。食べてみてえけどな。で、なんとそれを客に出して、うん、え、うん、そしたらその屋台のラーメン屋めちゃめちゃうめえぞってこと。評判になったっていう。人間ってうまいんや。で、人気になったの、そのラーメン屋が。沈没ラーメン、うまいっつって。うん、それが一蘭って言うんでしょ。なわけないでしょ。もうやばい、やばい、すぐ。あの秘伝のタレってそうなの。ちょっとやばい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 。すぐ訂正しよう。ないよね。やばい、絶対やばい。自分の言うとって絶対やばい。全然違います。絶対に違うから。どんどん人気になっていったわけなんだけど、うん、ある日、なんと溶けきれなかった爪が混入してしまったんです。え、ラーメンに。で、それがお客さんにバレて、もう大パニックになったっていう。指もあるよね。そう、そう、そりゃバレるよ。やばいやばいやばい。っていうのが都市伝説の話なんだけど。いや、ちょっとそのっていうのがとかで、ね、終わっちゃダメでしょ。いろいろとね。何今すごいことになって。まあいろいろと、まあ聞きたいこと、疑問に思うこと、いろいろあると思いますけど。いや、想像してみんよ。ラーメン食って爪出てきたらどうする。やっぱ美味しいね、このラーメンね。ガチじゃん、爪やん。
その瞬間にやっぱなるんかね。あ、もう人だみたいな。あ、なるんかね。なんのかな。指があったらなるけど。なった時の衝撃やばくない？なんのかね。なぜこの都市伝説が広まったかっていうことよね。今から話すのはもう全部実はね。実は、こっちが実は。そう、まあ、都市伝説ではそのヤクザ A だヤクザ B のこの抗争みたいな感じだったんだけど、内部で争いが起きたんだって。あ、内部だ。ああ、そう、次のその若頭を争って、結構内部で争いが起きていた。なるほど。で、結構いい感じのポジションにいたやつがターゲットになって殺されてしまったわけ。わあ。まあこの死体をどうしようか、まあ、悩んだんだって、うん、まあバラバラにするところまでは一緒で、一緒なの、うん、これを熊本と岡山県の山に埋めたんだって。岡山来た。そう、埋めたんだ。埋めた。そう、でも指紋でバレるのを恐れたんだって。ああ、だから手首だけは保管してたんだって、自分たちで。うん、この手首どうしようみたいな感じになって、子分がラーメン屋やってたから、出汁にしちゃえばいいんだ。マジな。そう、その感がやばいって。まあそれでもやっぱ溶けきらない骨とかがあるから、それはもう金槌で粉砕して、もう粉々にしたんだって。はい、このことがあの新聞で報道されて、バレた。そう、うん、東京のラーメン屋の売り上げが激減するっていう事件にまで。どうやってバレた？普通にあの捕まったんだよね、警察に。あ、死んでるからバレた。バラバラにしたやつが殺人したことがバレて捕まって、事情聴取していく中で見つかったんだ。そう、結局バレて、そう、白状したんだ。手首入れました。入れてます。で、まあその事情聴取で行ったことなんだけど、送ってやんだよ、送っていうし、送っていうしから西日暮里まで9時間チャルメラを吹いて屋台を引いてたんだけど、そのラーメンは売らなかった。うん、手首ラーメン。そう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 。うん、でもそんなことありえなくない。まあ売るよね、普通。まあそう、まあ売るよね。うん、売れるでしょ。もうヤクザなんてその結構お金にシビアな感じじゃん。うん、だからもうそんなヤクザが何も売らずにさ、9時間もね屋台引くなんてこと考えられないじゃん。うん、まあそうだね。だからおそらく手首ラーメンを食べた人は実際に何人もいるのではないかっていう。うわー。うわ、しかももう真相がわからないっていうのがいっちゃん怖い。そう、うん、だからこれを知ってるのはヤクザだけなんだよね。だからいや、チャルメラのヤクザだけだ。そう、チャルメラのヤクザの幹部しか知らない。チャルチャルズだけなんだ。チャルザ。じゃあもう可愛くなっちゃうから、チャルザって言っちゃったら。怖くない？そう、食べてるの気づかないで、食べたかどうかももう一生闇の中ってわけですよ。そういうことでございます。9時間も経ってたら普通に20組は食ってたら絶対食ってるよね。うん、てかなんならもう自分で食ってそうやけどな、もう腹減って自分は。サイコパスすぎんだろ。どっからもう仕入れてんの、もうこの情報。確かにこれやばいよね。めちゃくちゃレベル高かったよ、ね、で途中からね、もう実話になっちゃってるわけ。何これって感じ。限りなく本当に近い都市伝説ということで、信じるか信じないかはあなた次第です。でも信じるしかないでしょ。ないよ、実話なんだ。本当なんだ。実話なんだ。それを言うならね、もうあなたのラーメン、食べてるラーメン、もしかしたら人骨入りかもしれませんで終わらない。ああ、そうだね。ああ、もう信じるか信じないかない。信じざるを得ない。信じるしかないんです。最近なんかそんな終わり方多いなと思って、ちょっと変えてみようと思って。変化球だ。そうそうそう、変化球、自分なりの。そうそうそう、バカなんだ。バカ。 100% 変化球投げちゃうね。なんかこういう記事があって、返信みたいな感じで、当時東京の屋台ラーメン経営が激落ちしてましたよねみたいなコメントとかもあったし、だからもう信憑性はとにかく高い。だから限りなく事実に近い。事実なんでしょ。事実なんだから。あんた近いじゃないの。リアル手首ラーメン。信じたくないもん俺だって。信用持って言ってください。いやでもね、ほんとなんか興味深いお話。いや、ほんと面白かった。ありがとうございます。ありがとう。ということで、少しでもボテズラさんの都市伝説面白かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。次の動画でお会いしましょ。バイ。あ、ラーメン食いに行こうぜ。ラーメン食いに行こう。ラーメン食いに行こう。全然食欲わかんない。お前の手首でちょっと作ってみよう。おい、バカ野郎。常識の壁など壊せよ、星ならば壊せよ。